おはようございます。一般社団法人横手市観光協会雪まつり委員会委員長の泉です。本日は、令和2年度の横手の雪まつりについて、ご報告させていただきたいというふうに思います。まずは冒頭に、先日矢口孝夫先生の訃報を聞きまして、横手の雪まつりの鎌倉ですとか梵天の題材にした絵を先生にはたくさん描いていただきました。心よりご冥福をお祈り申し上げたいというふうに思います。それでは令和2年度の雪まつりについてですけれども、雪まつりは大きく3つに分かれております。鎌倉、梵天、雪の芸術の3委員会になります。で、それぞれ横手市観光協会が主催する部分と共催する部分がありますけれども、方向性といたしまして、横手の雪まつりの中には神事、神様ごとと祭事、イベントものの2つがあります。で、こちらの祭事、イベントに関しましては、現在のこのコロナ禍を鑑みまして、すべて、観光協会主催のものは取りやめるという方針にいたしました。で、神事の部分ですけれども、こちらは横手の朝日岡山神社が主会いたします梵天奉納祭というものがありますが、こちらは神事ですので、神社のやり方にのっとって行うということにいたします。ただし例年のように、横手市役所を前にした出発式ですとか、梵天のコンクールといったものは行わずに、各町内団体に、神社の方にお申し込みをいただきまして、神社側で時間調整をして奉納の時間を決めて密にならないように行っていくということにいたしました。ということで、横手市観光協会主催いたしますものは基本的には取りやめということになります。ただし、観光客の皆様向けのイベントものはありませんけれども、この450年そして350年続きます梵天、鎌倉のこの民族芸能、伝統芸能については、ぜひ市民の力でこういう時だからこそ頑張ってやっていこうじゃないかということで、各家々、各屋々に鎌倉を作ってください。そして雪の芸術も家の前に、昨日雪の芸術委員会が行われましたけれども、アマビエを雪像で作ってみてはどうかというような話もありまして、各町内団体、それから家個人というレベルでですね、鎌倉を作ったり雪の芸術を作ったりして、ぜひこの雪を楽しんでいこうじゃないかということにいたしました。ですので、今年の雪まつりは観光客向けのイベントものは大幅に縮小ということになりますけれども、鎌倉や梵天、雪の芸術がなくなるわけではありませんので、ぜひ皆様には昨年のような中止という言葉は使わないでいただきたいというふうに強くお願いを申し上げたいと思います。縮小はいたしますけれども、なくなるわけではなく、継続して我々横手市民が横手若衆の力を持って雪のお祭りは続けていくということになります。原因と申しますか、コロナが一番の原因ですけれども、鎌倉の中ですと密になりますし、梵天は顔がもうここら辺に来てもみ合いますので、そういったものは避けるということでこのような決断をいたしました。大変私どもといたしましても残念な思いですけれども、ただみんなでやることはできないかもしれないけれども、個々それぞれが頑張って雪のお祭りを継続していくということで、令和2年度、令和3年2月になります、この横手の雪まつりを開催したいというふうに思っております。で、合わせまして、バーチャルツアーというものを企画しておりますので、こちらの方は観光協会会長の内川さんから説明していただきたいと思います。おはようございます。バーチャルでの鎌倉の PR ということで計画をしております。詳細はまだこれから詰めるところですが、イメージ的には鎌倉を作り、そこでの様子をインターネットを使って配信するというようなスタイルであります。また先進事例でよくありますように、あらかじめお土産を購入してそれを楽しみながら画面を見るというようなセッティングを事前にしたいというふうに思いまして、
現在のところ横手の酒蔵さんのお酒のセットを事前購入いただいて、その購入した方がテレビじゃなくてインターネットの画面を見ますと、一緒にお酒を飲みながら杜氏さんの解説が聞けるとか、鎌倉が楽しめるとかという、そういう内容で企画をしようということで現在計画中であります。横手に実際に来れなかったお客様になるべく様子を知っていただこうということでの手段でございますので、実現したいと思っております。以上です。